しょ、怖いくらーい。あなたも。レス、レス。ここでいい。はい、来たよちなみに初手ボタンは、初手ボタンは 65% でインポスターですね。そんな高くねえよ。そんな高くねえよ。あの、キャスターは、私最近賭け事に興味が出てるんで 65% 賭けたいんですけどいいですか？おベッドね。ベッドで。外したら、近くのさん追放で。外して、ベッド。スキップしますわ。待て。色入れたな、これ。素晴らしい。色入れたな。楽しかったな。入ってるな。面白いの入れちゃいました。楽しい。ダウンロール。ダウンロール。いや、コミ周りは、コミの時やった方がいいかもな。まあいいでしょう。シャカシャカ。黒青。黒青。ナイス、ナイス、ライブ、はい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 、これ何パーセント？プテアさん、これは正直95ですね。95どっち？95なら黒、なんで白、白、白にあんの？白、95、白で、白で、白で。でもパワプロのパワー当たるからな。パワプロ基準、パワプロだったんだ。ウマ娘の95%も外れるからな。パワプロはね3パーイより大きいとちょっと練習したくなくなります。いいじゃん。そうね。2パーは。2パーは許せる。2パーは事故です。4パーはちょっと怖いね。まあでも2パー、パワプロ2パーは14パーくらいあるからな。そうそう。1が信用できない。まだ入ってっけど。これ夏目先生です。めっちゃ楽しい。マジで。プテに入れ続けた。絶対そこ。気持ちいい。次入るぞ。怖え。青オレンジ。じゃ。お疲れ様です。はい。エロちゃんの死体がメインホールのど真ん中に落ちてました。なるほど。で、僕はコミサボの名前の時に、タオルをシャワー室で入れてて、多分それ何人かに目撃されてると思っていて、その後遅れて、メインホールを通ってコミサボの前にエンジンルームに行った時には死体がなかったので、まあ15秒以内ぐらいに死んでるのかなって感じですね。うん。なんなら後の犯行ってことですか？うん。間違いないだと思います。富士宮さんとは違うのかな、終わってからかどうか分かんないけど、うん、少なくとも前半ではない。だから米沢にさっさと向かってた組は違う。うん、ね、米沢も5人いたよ。うん、5人いた。富士宮が最初にいて、後から来たのがピカクロスさん、プテハシさん、エレジーさん、サントさん、トウヤ、アトウヤさんとサントさんか。はい、先生、コミサボの向かってる時に、だから、行ってる組をやってる可能性はあるけど、その、やってる、コミサボ中での切りじゃないってことですね。
あと、ま、エレジーさんってそもそもメインホール通ってコミュニケーション通ったじゃないですか。それがエレジーさんがラストの動いてる人だったはずなので、エレジーさんが見てないんだったら、その前に行った人たちはやってないです。その後、どう動いたかによるって感じですか。その後は、その後に私が、メインホールエンジンルームで給油のタスクをやってる時に、先に抜けてく遠野さんを見て、その後エレジーさんが抜けてってるはずなのね、順番としては。はい、どこカメラで見てる？ LG さんが右に抜けたってことですか？僕の後に。トヤさんどっちに抜けたか見てますか？僕最後宿舎前に行って、昇降機左にいる夏目先生を見てます。あ、見合ってますかそれ？ああ、じゃあ違うのか。でも、でも昇降機だったら、メイン飛んでできんじゃないの？ああ、まあ、そう。自分、自分の行動はもう、プテラータカシと宿舎前で見合った後に、リフトを、リフトを使って右に行って、行ってたね。で、5秒ぐらい待って、また右から左に行って、進行室が最終です。うん、まあ、なんで、弁当は、まあ、もう一回下位置の正確な位置聞いていいですか？自分が聞いて。真ん中で、電気降りるところよりは超左だったかな。ごめんなさい、ちょっと具体的に言いましょう。先端浮き位置把握。浮き位置把握。本当に道の真ん中で、エロちゃん通れば絶対見つかる場所です。はい、もう一回押す。まあ浮き地になりますよね、そらね。しょ、当人をしたからもしかしてこれ。まあいいや。なんかチカチカしてますね、まあいいや。はい。はい。寺蔵支店メインホールでエロちゃんと一緒に湧いて、エレクトリカルに行ったらエロちゃんがついてきて、俺はセキュリティで、カメラを見てる間にエンジンホールにいるさっきの3人を見て、そのままキッチンに行ったらめちゃめちゃ人がいて驚きました。最後武器庫です。うん、ちょっと気になることあるんで言っていいですか？はい、僕宿舎前で、宿舎前昇降機で夏目先生が右行ったのを確認したんですよね。うん、僕その後にエンジン通信室で直し、武器庫キッチン展望デッキのアップロードまで行ってんすよ。うん、夏目先生は昇降機から右に行って5秒経って戻って、最後金庫室って全然移動してないなと思ったから、メインホールで弁当は全然あるなって思った。じゃあ5秒じゃないかも。なんかしばらくプテラタカシコンウェーって言ってずっとそこにいたからあ、すいません、まあ、一応僕のセルフの容疑者のあると思うんですけど、もうちょっと容疑者一の人洗ってほしいです。あ、一個言うと藤宮さんは絶対無理です。先にコミサボ直してて、その後、キッチン展望まで一緒に行っていて、はい、弁当に入る隙も全くないので、藤宮さん100勝です。僕からも白出します。それは藤宮さんはなんならピカクロスからも出せるし、サントスさんとほぼ、サントスピカクロスもほぼ後半位置ずっと一緒の行動、一緒だったから無理だね。ピカさんもほぼできないと思う。プテさんわかんない。僕も無理じゃない。プテさんはコミサボからは一緒なんで、あ、じゃあ無理です。自分から出せるわ。オッケーオッケー。ウケのセンターさんと俺とテラゾーさん、一応セキュリティから来たとは言ってますが、あ、カメラついてるのは確認してます。カメラついてるのは確認してます。大丈夫です。まあ夏目もできるよね、はい、やろうと思えば。まあ、ただ夏目先生の場合、LG さんとの時間軸がちょっとすいません、僕が把握しきれてないです。だからまあギリあるぐらい、うん、まあ東屋さん視点でも夏目先生が無理となると、まあ、無理とは言えないです。すいません、うん、だから昇降機左にいたのは見ましたっていう。赤水色、はい、ちなみに LG さん米様とこ逆走したんだよね。あれがちょっと違いますよ。違います、逆走じゃないです。僕タオルのタスクしててそっから向かっただけです。逆走はしないです。あ、タオルを下から上に回収してるから逆走に見えたのか。あ、違います。もうタスク多分投げてたと思うんですけど、サントスさんも。まあいいや。あら、まあ、いいました。はい、俺はこの金庫のタスクを必ず成功させる。それが俺の使命ぜ。
よし、一発成功。白やっぱね、サボタージュ向かわないと容疑者に入っちゃいますねっていう教えです。このゲーム勝ちみたいなもんやろ。時間あると思うのでちょっと話させてもらうと、コメソブ中に僕はタオル投げてました。で、多分サントさんとかさっきの話、さっきの話で、その後、終わった後、僕が、ピカさんが多分見てくれてると思うんですけど、エンジンの左の配線やって右行って発見ぐらいの時間軸です。ちょっと覚えてるうちに言いたいんですけども、はい、僕ベントの移動をアドミンで見たと思ってるのね。メイン方向、メインからあれ、メインとキッチンって繋がってるっけ。はい、繋がってます、うん、そう、このターン、このターンの話で、はい、ごめん、ちょっと待ってね、セキュリティ1、電気さんのタイミングありました。電気さんのタイミング結構序盤レジさんとピカクロスか、あとスエレジピカクロス、うわー、セキュリティ1、電気さん、貨物2、シャワー1、覚えてんの、これ覚えてて、シャワー自分で、メインの人がキッチンに飛んだと思うの。どう、なんかうまいことできる。最初の方、めっちゃ最初の方。序盤だと藤宮セキュリティです。セキュリティで見てた藤宮さん。僕カメラでプテさんがエンジンから、はい、コミュニケーションからエンジンに行くのと、夏目さんが貨物の左の覚えゲーにやってるのは見てました。序盤。うんうん。じゃあ夏目さん誰と一緒にいたの？貨物で。センター。でシャワー室は？シャワー室トーヤだと思いますね。あ、そのアーカイブ脇のシャワーです。最初。最初。あ、だったらそうだ。ごめんなさい。俺もシャワー室いたよ。トーヤさんシャワー室にはない。うん、じゃあ二人。じゃあ二人のうちのどっちかがベントで飛んでると思う。二人でローラーですか。寺田さん、僕シャワー室の奥行くの見てますよね。あ、シャワー室の奥に行くのを見てて、俺がタオルを回収してる間にトーヤさんいなくなったからメインホール側に抜けたんだろうなと思った。あ、なるほど。じゃあメインホールからキッチンに飛んだのがトーヤさんなのかな。いや、これで多分詰めるのは多分厳しいと思うから、まあ全然、覚えておいてほしい。詰め切れてないですか、もう。いや、無理じゃない。そもそも全員、偽の可能性もあるから。うん、とか、それもあるし、全員のその時系列が合ってるかどうかが不明だから、すれ違ってる情報が。最初の最初でしょ、合ってるよ。本当に最初の最初に入るかな。勘違いの可能性もある。まあ、キッチンに行ってる人がいないっぽいっていうのもね、ポイント。やべえな、タスクやばいだろうな今回。ありがとうございます。ん、あれ、夏目先生序盤にアーカイブ下で見ました。いや、なんかメインホールで見た。夏目先生、あ、アドミン情報で展望とキッチンが11ずつあったかな。あと他も1チェンダイしたけど動いてなかったのが展望ですか、それ
最終ですか。一番最後。結構1が点在したけど、比較的動いてなかった。あ、でも分かんないけど、1が点在してて、左側は、うん、そっちの話、今出た話だと、展望と、キッチンに1。水色、白、緑が、コミュの付近にいました、僕を含めて。うん。多分それが最終目的かな。水色、白、うん、緑。緑、赤。緑。で、トーヤテラゾーが昇降機右ですれ違ってます。エレジアアーカイブですね、はい、最終。あ、てか、はい、エレジーさんと最後すれ違って、これ触る。展望にいたっていう人は、うん、いないなら。僕、プテ展望。ああ。左下の展望ね。はい。キッチン名乗り出る人いる？いないならインポスター化したいか。うん。な。うん。なるほど。じゃあ、そうなってくると、その2って、プテ橋さんと。はね、キッチンは僕、キッチンのあれやってるから、ベジタブルバーガーやってたから、うん、でも最終は最終がどっちかって話、そう最終でプテハシさんが展望に行ってるのあればインポスターか、うん、キッチンに死体はないってことね。あ、じゃなくていやあるんじゃない、死体が最終展望なんですよね。だったら、キッチンか展望、キッチンに展望かインポスターがいるってことじゃないですか。言わないなら、そう展望かインポスター、死体かインポスター死体かインポスターでしょ。トーヤさん、テラゾーさんはどんな感じ今回は。いや、トーヤテラゾーエレジーがアーカイブ付近にいるので無理です。あ、じゃあ無理なんだ。テラゾーさん見てます、アーカイブで。戦闘さんどう動きました、あの後、武器庫の後。エンジン宿舎ミーティング。見てます。ガクロスさんを昇降機付近で。うん、私の、私は藤宮さんにミーティングルームで目撃されてるはず。はい。だから、戦闘さん見てる、ピカさんは。まあ、すれ違ってるの確認してるよ。あ、そうか、了解です。キッチンがどっちなんだ、死体かインポスターかどっちかだけど、名乗り出ないから。いないなら死体なのかな。先端さんがベントできる人ってパターンはなくはないけどぐらいかな。でも横の通路が映んないから、通路で映んないところで死体があってインポスターが待ってる説もある。ヤシさん、大胆な嘘ついたってことは、さっきの。アンビションス。次は博多。博多です。今。ナイス。はい、ナイス。最後です。これは白い。はい。回答者いなくないですか？陣の。うん、そうですね。あ、間違えた。弁当に、ごめんなさい、さっきのって死体発見じゃなくて、あれだっけ、真ん中だっけ、ボタンです。あ、そう、はい、で、はい。あ、どうぞ、藤見さん、どうぞ。いや、まとめると、東屋さんと寺蔵さんがアーカイブにいて、エレジさんもです。あ、エレジさんもいた。最終で、最終ですね。はい。内宮がミーティングで、ピカクロさんとセンターさんが昇降機左。うん、で、サントスさんがコックピット、プテさんが展望ですよね。うんうん、で、キッチンに、不明な存在が1。うん、あだっけ、うん、で、展望に入る前、武器庫から行ったんだけど、うん、4人くらいいなかったかな。だから、それがさっきのじゃないですか。センターさんの緑、白、赤、うん、あ、はいはいはい。プテヤ、てか、プテヤさんが白の場合、キッチンに死体になるので。え、白の場合、キッチンに死体になる？インポスター、あ、黙ってるインポスターもあるんで、さっき言ったような、セキュリティとさ、キッチンの間のさ、数がカウントされないとこあるじゃん。あそこに死体があって、うん、インポスターがキッチンで黙ってるパターンも存在するかなと思ってる。まあ、逆に、まあ、黙ってるけど全員いますね。うん、とか、そもそも、全員のその目撃の情報を洗えば、うん、はい、その人が誰かって分かるんじゃないの。だから、浮いてる人が今いないんですよ、最終で。いないね、あ、じゃあ、死体か。じゃあ、死体さんが白の場合は、サントスさんが嘘をついてる。ことにしかならないか、うん、ないしは、本当に私がさん、センターさんとすれ違ってるから、弁当でやったかのぐらい。なるほど、あ、そう、盤面でそうなってるんだったら、僕が白だから、サントスさん。で、うん、プテラさんとのローラーになって。トーヤテラ像で一郎見てほしいです。うん。僕のアドミンのやつは、ああ、なるほど。ちなみに、弁当説って、例えばキッチンに、じゃメインホールにいた人がキッチンにいたんじゃなくて、セキュリティ側の廊下からキッチンに行った説はないんですよね、一応。全員がセキュリティに行ったんで、そこの僕がタスクをやってる間に通ったっていうパターンになりますけど。そうですね、うん、それ説はない。
タスクバカと2個です。僕タスクめちゃくちゃあるんでタスク頑張ります。サントスも3つくらい。どっから出てきたんだっけ。ちょっと弁当ですね。いいことも見せてか。ヤスさんがインポスターであれ言ったのかな。ピカさんです。宿舎前通路の階、あ、違う、昇降機の階段が上がるところの下に死んでました。で、僕が、リアクター、直したときに、左側を直した後右側に行って、右側でセンターさんが直してました。で、その後僕は昇降機で左に戻って、ミーティングルームのタスク2個終わらせて降りてきたら死体があったって感じです。だから直近20秒以内で、上がった時、上がって降りてきたら死体があったってこと？そう、上がって2つ助けって降りてきたら死体がありました。ほうほう。で、左直したっていう人は、左僕が押した後右行ったけど、その分かんない、誰かいたかもしれない。左直った後に東屋寺蔵ピカさんだっけが見に行きましたね。ピカさんは死体。ああ、そんな年だ。小林さん、寺蔵さんはどうですか。今実際で白ソン、ジミヤさんぐらいしかいないから、僕がカメラで東屋寺蔵ピカクロスで、コメからエンジンに抜けてるのを見てるので、2人からピカさんの情報が出ないってなると、かなりそこの二郎が怪しく見えてるので、情報出ないというより、で寺蔵さんは僕がコックピット方向に行くのを見届けてます。その後コックピット方向に見届ける。俺最後セキュリティの下のデッキで誰と会ったんだっけ。え、僕寺戸さん、で橋さんと合流してる。そこ最終位置。なるほど。セキュリティ下の展望ね。すみません、多分これ東屋さんか僕ですよね、多分これ釣るのって。なんでかというと、初日の容疑者が先端さん、僕東屋さんが濃くて、だからそのローラーになると思うんですけど。ちょっと待って、初日東屋入ってないですよ。入ってない、容疑者。あ、そうだそうだそうだ、はい、東屋さんは僕視点だと東屋さんは弁当の疑いがめちゃくちゃあ る、うんうん、入れるから。弁当の話があったけど、キルだとそうで、まあでも分からんな、東屋キル容疑者一回も入ってなくて、弁当確実なんですかね、それ。だったら、寺戸さんしかない。まあでも、プテさん、シローになると、さっきのキル、サントスさんが確定になりますけど。でも、プテさんがシローにする。プテさんがシローの話。エリジン投票で決めた方がいいんじゃない、今日。あ、俺、タイさん入れますよ。で、俺は一応、レポート、ここの決戦投票でいいんじゃない。コミサボ中にレポートするメリットがないとだけは言っておきます、今日。あ、プテラさんに入れたんだ。とってもありがとうございます。すいません、トウヤがプテハスニーさんに入れました。で、エリジンさんよりトウヤ目線、プテハスさんの方が黒いんですけど。コミサボ中なら誰かボタンお願いします。直すんですぐ。さんですね。また最後の雑談。おはようございます。あ、いやいや、とやびお疲れ様です。我が友よバカーン。ええ、なんで俺ボタンをお願いしますって言ったんだろう。 ありがとうございます。はい、キルクル開ける前で押せていて、はい、多分東屋さん、エレジーさんに、一郎いるか、あ、一郎で、プテハシ、サントスに他が視点だと見えているっていう感じかなと思うので、割と藤宮さん、寺蔵さんはもう白軸でいいかなと思っているので、お二人の意見で一郎を連れたっていう判断でスキップするか、安全を見てエレジーさんを釣るかを決めていただいて大丈夫かなと思います。ちょっと聞きたいのは、さっきのってダブケルですよね。ダブケルです。藤宮さん、僕のことを白と言ってくれない？まあ、うん、無理と言えるぐらいの感じはあります。キルク、一応自分の動きはアーサン、はい、してシャワーの一番奥のタスクを1個だけやって、その後すぐ電気室に行って電気室の長いタスクをずっとやってました。で、最後展望デッキでアップロードしようと思ったら、展望っつうかセキュリティの下ね、
セキュリティの下ね。セキュリティの下。北さんが昇降機左で、センターさんも、昇降機右を直してたんですよね、エレジさん視点。うん、あ、北さんいなかったんです。僕が左直して、ですぐに右に昇降機で行ったので、行ったらセンターさんがいた。だから右側で死んでるのは確定です、うん、センターさんは。うん、で、サントスさんはどこに行ったんですか。私、ね、左下の展望でアップロードします。リアクターを無視して。そう、タスクを進んでないから、うん、私さっきも言ったけど、タスクがだいぶ遅れてるから、あのアドミンとか見てたから、私のタスク消化で負けるとあれだったから、タスク消化優先してた。まあ、僕は一応タスク終わってるんですけど、僕を釣るかどうかは村の判断に任せます。ああ、てか藤宮さん、寺蔵さんの判断でいいよ、その2人が。藤宮さんを黒置きするのは正直もうサントスさんなんですけど、レジさんが黒だったらプテさんですけど、まあその組み合わせが釣らないというのはもうサントスさんなので、まあ、あ、イコールね。あ、じゃあ僕は、じゃあ僕は自分がスローとしてるのサントスさんに入れますね。じゃあ僕をするかどうかは任せます。あ、じゃあそこにする、エレジーサントスにします。そうですね、エレジーサントスの、あ、いいと思います。はい、多分僕を作って、あ、いやいや、あ、でも、あ、だったら藤宮さんと、うんうん、寺蔵さん決めて、あの票合わせて、エレジーサントスさんのどちらかで、で票、いや、票合わせて、票合わせて、票合わせて、あ、ナイス。いや、スキップ何スキップはダメでしょ。僕目線はこれで勝てるはずだけど、どうなんだろう。怖っ。あ、よかった。 GG。 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 いやー、そう、いやー、そう、GG。 すいません、サントスさん、惜しかった。あ、いやいやいや、アドミン偽装です、そうです。あの、ポーターコックピットに行ったって言ったけど、コックピットだっけ、エンジンルーム側に行かなかったっけ。あ、じゃあ、あの、寺戸さんをコックピット側に行くのを見ましたっていう、寺戸さんがっていう発言ですね。間違いだった俺。え、ちなみに最初トヤさん、弁当や、トヤさんですか。弁当僕ですね、中盤の。ああ、やってたんだ。はい、うん、やったらもう、そうなんだ。怖え。癒しながらも1キル目めっちゃ良かったからね、トヤさん。うん、1キル目がめっちゃ良かったから。そうなんですよね、1キル目は良かったんですけど。どこで対立になった瞬間にプテがさ、あの、もう東屋さん寺田さんどっちかって見てくださいってなったの、めっちゃうまかったね。うん、東屋さんはダメ、無理でしょとか勝手に思って視点が狭い時の藤宮の議論回しが最終的にめっちゃ響きましたね。インポートしてめっちゃ、めっちゃ盤面詰めたんだけどな、盤面詰めたけど自分になっちゃった。それしかないってめっちゃクルーっぽく整理したんだけどな。いやー、プテハシさんのなんか藤宮さんの白照明がちょっときつかったですね。あれがなければもうちょっといけた気がありましたけど。うん、そうですね。そうね。ナイスでした。そこで白取りいったら、あの、プテハシさんの白取りにってことで間接的に僕も白くなったからありがたかったです。そうそうそう。うんうん。最後、セキュリティの下でプテハシさんと会ったから、あ、絶対昇降機いけないじゃんって思って。うんうんうん。うん、そうなんですよ。いい試合でした。あ、じゃあ、ピカさん、弁当、私の見えてたよね。ね、開いた瞬間が見えてて、かつ、うん、アドミンマップを見てたときに、金庫室の位置が全く動かなかったから、うん、ああ、インポスター隠れてるんやろうと思って、キルクール上がる前に見に行ったろうと思って、見に行ったらいなくて、うん、おかしいなと思ったら、出ようとした瞬間、それで弁当が開いて、はぁーってなって、すぐにはしご登ってボタンと思って、手かけた瞬間、キルされた。ああ、逃げ切れなかったんですね。私が金庫いる間、アドミンいて、ピカさんが金庫行った瞬間、私、アドミンに飛んだんですよ。D1 見て、あ、金庫に来とるやんっつって、もう一回戻ったんですよ。うわー、まあ、そういうことか。ちゃんと見てるな、すごいな。いやー、ナイス。うん、ナイス。アドミン偽装で、あんなに詰まると思わなかったな。そうですね。結構、最終みんな、目撃があったのがでかかったです。そう、目撃めっちゃ多かったっすよ ね、 ね、うん、結局目撃情報なのよ、うん、目撃多かったなぁ。なんか藤宮を祭る会になったんですけど、あの、ご利益インポスター勝利ですか。もらうわ。じゃあこれ1万人おめでとうの前だよ。あ、1万人おめでとうの前。どっちかどうかしよう。ナイスファイト。